はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。アイワックスチャンネルをご覧の皆様、アイワックスの田村です。はい、アイワックスの青柳です。で、今日はですね、なんとアイワックスチャンネル特別スペシャルゲストが来ていただきました。間違いないようにお読みしますが、明石市民の会代表の泉ふさふさんと、明石市民の会の橋本圭吾さん、お越しいただきました、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お願いします。今日もですね、はい、なんでこのお二人が来ていただいたか、はい、ということなんですが、はい、僕らもちょっとびっくりしたんですけども、はい、泉さんが市長をお辞めになるということで、はい、で今後これからの明石をめちゃくちゃ心配してるんで、はい、青柳さんは明石で子育てする身なんで、はい、そのあたりをですねちょっとお聞きできたらと思います、はい、だから今日お題としてはぶっちゃけ明石これからどうなんの、はい、ということなんで、ちょっと青柳さんが言いたいことがあるんでちょっと聞いてもらってもいいですか。はい、ありがとうございます。私泉さんが市長をしてくれると思って、はい、私3人目去年なんですね、やったんですけど、その後すぐぐらいに市長降りられるっていうことで、はい、もう正直すごい不安というか、はい、で政治の話とか私全然わかんない、難しくてわからないので、はい、私のような子育てしてるお母さんでもわかるような、はいはい、明石がこれからどうなっていくのかっていうのを詳しく教えていただきたいなと思います。はい、なるほど。そこはもうごもっともで、よう言われるんですわ。市長さんが急にやめたら困るやん。言われるんですよ。困りますよ。それとお腹膨れた妊婦さんから、この子どうしてくれるんですかって言われて、責任取ってって言われるぐらいから。結論から言うと、大丈夫です。大丈夫です。つまり、例えば、明石市の、まあ、有名なところは5つの無料化って言いますよね。はいはいはい、医療費、保育料、給食費、遊び場、おむつ、はい。で、こういうのをやってますけど、このお金は十分もう用意してますから、だから別にお金がないわけじゃないから、はい、だからこれまで通りその無料が続く、心配いらないです。あ、本当ですか。で、あとはさらにもっとプラスアルファ、うん、もっとやっぱりやっていかなあかんので、うん、まあ、そういう意味で私の責任としては、これまでの証しをちゃんとこれまで通りやるだけじゃなくて、はい、もっと次にかな、うん、で、そういう意味では、例えば明石市のお金だけだとやっぱ限界ありますやん、うん、でも国や県で金持ちないです、むちゃくちゃ、はい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 、例えば県が明石市の政策を一つでも二つでも県がやってもうたら、うん、その分市のお金が助かりますやん、うん、その助かったお金で明石市はまた違うことできますやん、うん、まあ、そういうことで、それこそこの後ご紹介する橋本圭吾君が兵庫県政で頑張ってもらうと、より明石市民はまあ、ハッピーになるという考えですね。はい、そうですね。だから今回橋本さんで挑戦する挑戦はいはいはい、でそのあたり僕らもちょっとやっぱ政治全然分からへんので、はいはい、で、まあ、その市長が辞めるっていうのは分かったけど、はいはい、その明石市民の会いうのもちょっとよう分かってないんで、はい、ちょっとなんで明石市民の会が出て橋本さんがなぜこういうふうに挑戦しようと思ったか、そのあたりもちょっとどちらか。じゃあ私の方で言いましょう、はいはい、だからもちろん、明石市長についてはね、うん、まあ、今日の時点、今日は3月17日かな、はいはい、ですけど、まあ、近いうちに、うん、この人をっていう方を市民の皆さんにご紹介しますか、はいはい、その方はちゃんと市長になっていただいて、うん、と思ってるんですね、はい、で加えて一緒に頑張る市議会議員もね、うん、やっぱり応援いただいた方がいいので、うん、まあ、そういう意味で市議会議員も増やす必要がありますよ。で加えて先から言ってる兵庫県が、うん、まあ、明石市の政策をやってもらったら、うん、明石市もハッピーなんですよね、うん、でそれをどなたにっていう中で、まあ、橋本圭吾君ぜひ頑張らないかと私の方から声かけて、あ、頑張れ市長から言われた、そうですよ、どうかって言って、で決断いただいた経緯なんですよ、うんうん、でこれね、すぐにピンと切りにくいかと思うので若干説明するとね、はい、例えば明石市は5つの無料化やってますけど、うん、そのうち例えば1つの例えば保育料の無料化、はいはいはい、であれ2016年、うん、あれだから7年前に始めたんですよ、7年ですね、はいはい、頑張って、うん、で第2次以降の無料化しましたやんか、うん、その後3年後に国がいわゆる養護の無償化一部やったんで、あ、そうですよね、はいはい、3年後に国が追いついてきたわけですよ、うん、一部、はいはいはい、そうすると何が起こったかというと、明石自腹切ってたのお金が国がやってくれたんで、そういうことか、5億お金が助かったわけよ、浮いたわけです、そうそう、はいはい、その浮いた時に私がやったのは、はい、浮くになったらその5億を給食費の中学校の無償化に、あ、その後なんですね、そうなんです、国がやってくれたので明石市は給食費の中学校無料化できたわけです、と同じように、うん、兵庫県が何か医療費の無料化とか、まあ、保育料の無料化とか、うんうん、何か一つもやれば、うん、明石市はさらにできる、
例えば兵庫県が医療費の無償化してくれたら、はい、お金が助かりますよ。ほんで明石市は第1市から保育料無料化できる、うん、これちなみに第2市からですもんね。そうです、1市はまだですもんね。ちょうどね値段倍なんですわ。2人目以降、2人目3人目4人目5人目足した数と、はい、1人目の数って大体一緒なんです、まあ、そうだ、僕ちょっとそうなんや。そうですね。ああなるほど。だから国や県が頑張ったら、うん、明石市は助かって、主張的にはそう第2市で満足してるわけじゃなくて、そうそう、さらにしたい、もっとやりたいです。でそれをまあ自分としては、まあ市長としては3期12年で、うんうん、まあ、今回区切りつけますけど、うん、まあ、しっかり明石市が続くように応援をして、うん、兵庫県にもまあ送り出して、うんうん、まあ、国に対しても働きかけて、まあ、国や県も、まあ、いわゆる、まあ、まあ、県民国民に優しいというかな、うんうん、そういう政治に、まあ、変えるように、まあ、自分も努力したいなと思って、うん、それが明石市民のためにもなるかなと思ってるんですけど、うんうん、はい、よう喋りますけど大丈夫ですか。その橋本さんが県に、はいはい、今イメージは分かりましたけど、はいはいはい、実際ではどうなるんですか。橋本さんがもし県議になれたら、はいはい、僕ら何かメリットあるんですか。あ、だって、まあ、県で、はい、まあ、議員として活動できれば、はい、質問できますやん。だから毎回年に4回質問できるから、年に4回、あ、その時に明石市はこんなことやってるけど兵庫県全体でやったらどうかって言えますやん、提案できる。なるほどなるほど。ちょっと気にしてくれますやん、はい、すぐに一気に行かさせてくれたけど、じゃあ一部でも検討が始まるとか、まあね、まあ、お金のことにかく、そんなにお金がかかりにくいことであればね、提案すると通ることは当然ありますから、やっぱりゼロ人と1人大違いです。あ、全然、なんか1人で、たった1人で変わるのかなと思ったけど、そうでもないんですか。いや、一気にしたらびっくりすること変わるのは1人で難しいけど、さ、ゼロよりは1の方が変わる可能性が高まるし、お金なんか本当に行政経験も豊富だし、そうですね、もう即戦力だから、はいはいはい、もう行ったらそれはもうすぐ仕事できますわ。誰みたいにね、ちゃんとベースの能力があって、心があってね。そうですね、その水木さんのことは分かってる。橋本さんとまだ全然、あ、そうですね、ちょっと、もうちょっと、はい、あのアピールしていただければ、はい、年何倍だっけ。34歳です。私が35です。同じ世代です。同じ世代や。これちょっと共通点は3人の子持ち0歳児で4人の4人も34歳で4人すごいよね、はい、そうですね、本当にもう妻に感謝ですね、腕組み、はい、結局橋本さんなんか見た感じの、はい、なんか爽やかな感じだったんですけど、はいはいはい、泉市長が言うと仕事ができる感がまだちょっと伝わらない。そんな感じで仕事ができる人、いやいや、まあ、ここまあまあまあね、はい、あんまり学歴言うたらみんな嫌うけどねとは言うても一応彼慶応ないの見えへんけど見えへんけど慶応の人見えへんけど見えます見えます。私も見えないけどね、あんまり東大には見えない見えないでしょ。私でもほんまのと言っても自分で冗談言うていつも人に言われるんだけど本番には見えない見えないでしょ。まあ置いといて慶応大学の商学部を卒業してで、あのいわゆる地方公務員として財政とか都市計画とかまさに第一線で仕事バリバリやってきてはるからもうよう知り尽くしてるんですよ。そうですよ、ね、で兵庫県のこともよく分かってるから、はいはい、もうすぐ仕事できますわ、はいはい、うん、そういう意味では。であと何がいいってね、やっぱり、はい、あのやっぱり心があるわ。やっぱそういう意味ではやっぱり気持ちがあるの大きいかな。なるほどなるほど、うん、やる気というか気持ちというか、うん、でやっぱり目線がね、はい、子育て自分もやってることもあって、はい、子供目線、はい、子育てしてる親目線、はい、そういうちゃんとそういうのが分かってるのが大事。あ、私がすごいあのいいなと思ったのは、はい、リアリティですか。4人の子おるんですよ。いやいや、それは本当ね、まだ去年の12月4人目ですよ。バリバリ役所でやってて、行った子辞めて、辞めとんねん、辞めてるんですよ。ほんまにすごいですよね、はい、それはね。いやもう本当に無謀というかね、本当に家族からも反対はあったんですけれども、反対されたんですか。はい、もうでも私たちがその子育て世代の当事者がしっかりと声を上げて、はいはい、でこれからまだまだ34歳の若輩者ですけど、うんうん、しっかりと社会を変えていって、うんうん、でもう次の世代にツケを残さないというか、うん、私たちの世代でこの悪い流れを断ち切って、うん、で次につなげていかないとっていうのを、使命感強い、使命感が、うん、なるほど、まあ、自分がやらなきゃみたいな感じで聞きましたね。それはすごいですよね。いや、なんか子供が増えていってね、はいはい、で寝顔を見てたりするとすごい安心するとか幸せじゃないですか、はい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 、でその4人目の子供も生まれて、はい、無事生まれてくれてありがとうという気持ちとともに、はい、この子たちが仮に私が今ねあのちゃんと働けなくなったりとかした時に、うん、しっかりと日本の社会で安心して育っていけるのかなっていうようなことも、うん、日に日に考えるようにもなってまして、それがもう2人3人4人とこう増えるに従って、うん、あの強くなってきましたので、うん、ちょっとやっぱり日本の社会が子供に冷たすぎるんじゃないかなっていうのは思ってまして、うん、だからずっと少子化がね止まらないですし、どこかでもう30年以上前からあの少子化って問題ですよねっていうことを言われてるんですけど、 それがなかなか改善されてないので、まあ、何ができるかって言ったらね、私一人じゃ限られてるかもしれないんですけど、挑戦してゼロから一つになるっていうこともね意味があるかなと思うので、なんとかその
社会を変えたいっていう思いだけを持って泉市長にちょっとぶつかっていただいたんです。私止めたんですよ、はい、あ、え、止めたんですよ、はいはい、公務員でしょ、はいはいはい、子供4人産まれたばっかりでしょ、はいはい、もっと家族大事にしたらってお前が言うの言われてたけど止めたんですよ。あ、そう、今回公募であれですよ、6人目ですもんね。公募で提案できあったけど、ね、ほんまに仕事辞めたら公務員戻られへんよと。そうですよね。で、子供赤ちゃんちっちゃいのに大変やろ言うて止めたんだけど、うん、でも逆に子供の笑顔を見てると自分がしっかりとやっぱそのリアリティ持って子育ての体験とか経験含めて政治で変えていかなきゃという、まあ、使命感強いですわ。まあ、そういうのでもそれで、あ、 そこまで言うんやったら頑張ろうっていう形でもうしっかり応援してきた。いやいや、そうですよ、ね、はい、その橋本さん、じゃあ県、まあ、あのチャレンジできて県議になれた時一番やりたいこととかって何かあるんですか？そうですね、やっぱり子育て世代の